ライオンの赤ちゃんの抱っこ会についてお知らせです。ただいまライオンの赤ちゃんチャーリーくんとニーナちゃんの抱っこ会を1日2回行っております。また同じ時間にはホワイトタイガーの赤ちゃんポールくんが園内中央野外ステージに出てきてミルクを飲んでいる姿を見ることができます。また少し触れ合うことができますので、ぜひチャーリーくんやニーナちゃんポールくんに会いに来てください。